1951回始めます2023年12月1日です。はあ、なかなか進まないっていうかね、うん、いや毎回だな、毎回だけど、うん、なんていうのかな、うまく喋れないね。ダイヤモンドオンラインから今回認知症の話、認知症、最近やっぱりね、高齢化社会もうこれだけね進んでくると、もう日本国民なんだろう、介護とかね、うん、認知症とかそういったことっていうのは本当人事じゃなくなってきてるような気がします。うん、私もまあそういう仕事してるっていうのもあるんだけど、本当例えば高校生とか大学生とか若い世代でも関心高いもんね。うん、介護のこととかね認知症のこととかで、今回認知症のこと書いてあります。ダイヤモンドオンライン、認知症の人の頑なな気持ちが驚くほどスーッと穏やかになる接し方すいません今パン食べたらちょっとということですいませんくしゃみをねカットしろっていう話なんだけど、私はねちょっとねしないできないなんですよ。近い将来高齢者の5人に1人が認知症になると言われているということです。5人に1人ですよ、近い将来認知症ね、高齢者の皆さんどうでしょうか。認知症の方間近でね見て、その人と接してその変化っていうかね感じたことある人っていうのはどうでしょうかね、いますかね。私今そういう仕事してるからね、まあよくわかるんだけど、それまではね、隣の家の人が、今日ゴミ出しなのとかね、ゴミ出しの日なんですかとか聞いてきて、 あの人認知症なんだぐらいにしかわかんなかったね。詳しくは本当身近で接したっていうのはあんまなかったね。うん、子供の頃とかね、まだ10代20代の頃、おばあちゃんが寝たきりになってね、もうおばあちゃんボケてっからみたいな感じで言われたことがありますけど、身近に接したりね、長時間喋ったりっていうのは今までなかったね、私もね。だから経験ない人はねびっくりするかもわかんない、認知症の人っていうのは。ただやっぱりね知ってた方がいいことっていうのはあるんで、特に今介護してる人とかね、介護しててまだ認知症発症してないと、親とかね、うん、そういう場合でも知識は入れていた方がいいと思いますよ。認知症の知識どうなるのか、ね、もともと大和だった人柄が認知症発症後に、頑固で疑い深くなると、まるで別人のように変化すると、うん、そうだと思う。元気な頃と比較するとね、本当別人みたいになると思うよ。認知症がもたらす堅くなさね、堅くなになるんですよ、認知症になると。うん、がとして譲らない、もう私が正しい、私が正しい。その認知症の人っていうのは自分が認知症だっていうのは分かってないからね。まあ認知症じゃない人もそうだけど、もう自分が正しい、自分はまともだってね、誰しもが思ってる。認知症の人もそう思ってるんですよ。うん、日本は認知症大国と言われてるということですね。認知症大国、65歳以上の認知症患者数は2020年が602万人、2025年には675万人と、5.4 人に1人が認知症になる計算ということで、まあ、日本人がとりわけね、アメリカ人とかね、例えばアフリカ人とか中国人とかに比べて認知症発症する率が高いかっていうとね、人種的にどうなのかは分かんないけども、まあ、高いわけじゃないと思うよ。ただ高齢化率でね、日本の場合ぶっちぎってるんで、うん、認知症の数は多いと思うよ。675万人って、まあ2025年で、まあまあまあ多いと思う。認知症とその介護は誰もが自分ごととして考える必要がある深刻な問題と言えると。とはいえ、ある日突然家族が認知症発症したら、症状を理解して寄り添うことは簡単ではない。そう、自分のお父さんお母さんが認知症になってね、今まで通りなんていうのかな、認知症に関して勉強もせずにね対応できるっていうのはまず100人いたら100人無理ですよ。変化に驚くしね。でそれまで従順でね、人の言うこと、息子の言うこと、娘の言うこと聞くようなお父さんお母さんであっても、認知症発症した途端に頑固になってみたりね、子供育てた方は分かると思うんですけど、2歳児のイヤイヤ期、2歳児とかね、3歳児とかイヤイヤ期って子供ありますよね。もう何言っても嫌みたいな、それが子供みたいになっちゃうんですよ。何言っても嫌みたいな、うん、
素直じゃなくなるっていうかね、で頑固、うん、これ飲まないって言ったら飲まない、食べないって言ったら食べないみたいな、行かないって言ったら行かないみたいな、うん、感じになるんですよ、うん、簡単ではないと。特に認知症患者の介護拒否、介護拒否に手を焼く家族は少なくないようだと、うん、例えば、うん、妙なことにこだわって聞く耳を全く持たなかったり、手伝おうとしても拒否されたりね、うん、一度機嫌を損ねたらなかなか治らないなど、認知症介護ではもっと素直にね、なってくれればと感じる場面が必ず直面するということです。そう、素直じゃなくなる、硬くなになる、うん、一度言ったら聞かなくなる。で、初期ね、認知症初期の介護ではこの意固地な態度に対応することが、そう、難しいのだというというね、初期の介護、初期の認知症の介護ね、この初期の段階、嫌だ嫌だ、あれも嫌だこれも嫌だって言ってね、わがままみたいになって2歳児みたいになっちゃう、これに対応できるのがね、子供じゃないんだからっていう話ですよ。これが認知症の特殊な、うん、あの病状だっていうのは分かってればね、穏やかに接する、またはね、ただ穏やかに接しようと思ってもこっちも仕事はしてるし時間もないしみたいな感じになるとね、しかも親子間とかになるとね、なかなか言葉がね、きつくなったり荒くなったりするんですよね、親子関係だと。だから認知症なんて発症したら、私はなるべく、まあ簡単にね、専門家、要は施設とかに預けるっていうのはあんまり簡単に預けるのもどうかと思うし、まあ人によってはね、そういう施設使いたくないっていう人もいるだろうからあれかと思うけど、私はね、施設、うん、赤の他人が面倒を見た方がいろんな意味でいいとは思うんだけどね。介護保険の申請をしようとしてもね、本人ね、おじいちゃんおばあちゃんね、困ってないからと本人に断られてね、介護保険の申請も拒否すると、あと訪問介護の人を追い出すとかね、忘れないように貼っておいたメモを破ってみたりね、捨ててみたり、こんなことが認知症の初期ではあると、うん、で周りから見て明らかに必要な手助けやアドバイスを認知症である本人がね、当人が断固として受け入れないケース、これが介護拒否だから、で介護でもこっちはイライラしてね、っていうことですよ、うん、認知症は脳のさまざまな認知機能ね、脳の認知機能の、不具合を生じさせるため、何度も会っている相手や家族でさえもよく分からなくなったり、あと病識、自分が病気だっていうね、認知症だっていう意識も低下しますと。もう認知症の人、自分病気だと、自分認知症だなんて全然思ってないんだから大変だよ、こっちもね、言えないんだよね、それをね、あなたは病気だからっていうで、自分の家がはっきりしない場所で、ここはあなたの家だからって ね、もう自分、ここ自分の家なのか何なのか分かんないのに、ここはあなたの家なんで、おばあちゃんの家でしょ、おじいちゃんの家でしょって言っても、その人の中でははっきりしないから、なんかはっきりしないことをこの人に断定的に言われちゃってて、なんかね、期限損なうとかね、あるんですよ、うん、で、認知症の人が間違ったことを言うと、うん、まあよくある、認知症だから、ね、ここは自分家じゃないとかね、朝ごはん食べたのに食べてないとかね、うん、間違ったことを言うと、これを論破しないっていうね、これ理屈でね、論破したくなるんですよ本当に認知症の人、これ大前提、認知症と付き合う時、認知症の方と付き合う時、まあ知らなかったら100人が100人論破しようとするよ、朝ごはん食べてないって言われたら、いやおばあちゃん食べたよって論破しようとするよ、だって私さっき食べさせてあげたもん、今日バナナ食べたでしょ、牛乳飲んだでしょとか論破したくなるの、いや覚えてないって、向こうはカタカナにね、否定するけど、論破しようとしても無駄なんだから、食べてないって言ったら食べてないんだから向こうは、うん、だから論破しない、これが一番重要ね、認知症の人と対峙するとき、ね、認知症の人は論破しないっていうこと、論破するのは NG、うん、では頑なな気持ちになるなるメカニズムを理解した上で、私たちは認知症の人にどう接していけばいいのか、例えば相手の間違いを正す必要はありませんと、うん、
これは違うと説明しても本人の不安とか疑念が消えない限り納得してはもらえませんと。そう、認知症の人っていうのはもう日々ね、今も明日も明後日も昨日も不安と緊張の連続なんですよと。混乱の中、混乱の連続の中で生きてると。これ私なんか何だったかね、映画で紹介しましたね。いきなり出だしからね、もう認知症の人の目線になって作ってある映画。もうここが家なのか分かんない、どこなのかも分かんない、今朝なのか昼なのかも分かんない、ね、自分の娘って主張する人が目の前にいるんだけど、この人が自分の娘なのかどうかも分かんない。その女が言うには自分は離婚して今ここの家に一人暮らしだって言ってるんだけど、そんなことを全くね記憶にないとかね、そんな世界ですよ本当に。自分もう混乱の連続、不安の連続、認知症の人っていうのは。そういう人にああだこうだ理屈で論破しようと言ってもね、もう食べた記憶がないっていうんだから、その人の中では食べてないんだよね、で、そうなってくるともう全てが疑心暗鬼だから、防衛本能が働いてしまうと。認知症の人には過剰な防衛本能が出てしまっているのだと。したがって頭ごなしに論破するのではなく、全く別の話題に気持ちを切り替えてもらうというのが必要。例えば認知症の人に水を飲んでもらいたいと、ね、夏暑いからおじいちゃんおばあちゃん水飲んでと、ね、倒れるよと熱中症で、水飲んでもらいたい、かたくなに拒否する、ね、いやだから今暑いんだってば、35度あるんだってば、水飲まないと倒れるって言うと、いや水欲しくないもん、汗かいてないもんみたいな感じで絶対断る。そういう時には、ね、無理やり口元に持ってって飲ませるっていう、それもありだ、ありっていうかやると思うよ、やる人もいると思うけど、それはまあ NG ね。水取りゃいいってもんじゃないし、そのね感情とか残るのね、認知症の人いろんなことはあるけど、そんな無理やり飲ましたりすると、ああこの娘、この女、この息子、この男ね、強引で手荒なやつだとね、息子と名乗ってるけど絶対信用ならない、こんなうちの息子はこんな悪いことするわけねみたいな感じで感情は残るんですよ。で嫌な感情は残るね。あのだからそういう時、水飲んでもらいたいっていう時には、まあこの人のね位置でうまいねこの人ね、あのじゃあ おばあちゃん乾杯しようっていうことで一緒に飲むね、うまいねとかね、まあいくつか方法あるだろうけど、この人は別の切り口探してね、あの警戒心を緩ませて、あと水飲んでもらうって時拒否されたら、またちょっと時間を置いてね、機嫌良くなる時、に飲んでもらうっていうのもありますよね。あんなことそんなことも忘れちゃったのってバカにする態度を取っちゃいけませんよと、本人プライドが高いんですよ認知症の人って。プライド高い、堅くなさにねより堅くなになってしまうと、閉ざした心をより閉ざすということになるんで、あと楽しいとか嫌いとか腹立たしいとか、そういった感情や思考力っていうのは認知症の認知機能が低下しても嬉しい、楽しい、嫌いなどとかね、これ残るんですよ、感情はずっと残るということでね、認知症の人の自尊心を傷つけないようにしましょうっていうことで、ここです。まあ、あのね、知ってた方がいいと思うよ。もう世の中認知症の人だらけになってくるから、高齢化社会がね、進んで。で、街中でね、出くわすこともあると思うし、その時ね、理屈で言ったって聞かないから、ご機嫌取りじゃないけど、2歳の子供をあやすようにって言ったらね、子供じゃないけど、あんまりね、バカにしても、高齢者の人って感度いいからね、子供扱いしてみたいな感じになるし、難しいんだけども、まあ、あの 水飲んでもらいたい時に、自分も飲むとかね、で、一緒に飲もうと、乾杯しようとかね、うまいね、この人。あと、水飲んで暑いから熱中症になるからって拒まれた時には、まあ、連続でね、いや、飲まないと倒れるって言って、ぐいぐい押していくんじゃなくて、ちょっと引いてみて、ね、3分後にもう1回言ってみるとか、5分後にもう1回言ってみると、その時にもう忘れてるから、認知症の人、さっき言われたってこと、それを、繰り返す、ね、感じ。あと、自分が美味しそうに飲む、ね、飲んでるふりをする、すると、相手の人も、じゃあ私も飲んでみようかなってなるし、ね、水で美味しいわけじゃないんだけど、美味しいとかね、やたら言ってみるとかね、まあ、一番大事なのが、これ、なかなかできないんだけど、慣れてこないと、論破しない、ね。こっちからしたら、ね、今日ご飯食べたよって言ってるのに食べてないって言うんだから、私なら私が否定されたと思って腹立たしくなるんですよ、こっちが。それ同じ土俵でね、いや食べた、食べてない、食べた、食べてないって言ったら喧嘩になるからね、普通だったら、病気の人と喧嘩してもしょうがないんだってね、目的もうとにかく論破しない、相手に寄り添う、ね、相手が食べてないって言ったら食べてないっていう方向性で話を合わせてって、
結論はこっちの思い通りにするみたいな感じに持っていかないと、うん、これがねプロでもなかなかできないんですよ、うん、あとその時のねこっちも人間だから感情とか気分とかねその日嫌なことがあったとかね、うん、仕事が忙しくて時間がないとかね、うん、暇がないとかね相手してる暇がないとかもう食べたの押し切っちゃう時もありますよそれは感情だから人間ね、うん、だけど基本的にはその認知症の人の特性っていうか特徴っていうかねそれ分かった上で接すると、まあ、全然違ってきますよっていうこと、はい、っていうことです。あとこのチャンネルで随分認知症のねことを喋ってます。大きく分けて3つ4つに分けられるんだけどね、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、あと脳血管性認知症とかね、3つ大きく分けるとこの3つ、あと4つ目ね、もう一つちっちゃいのあるんだけど、これはまあ日本人では少ないんでね、前頭側頭型っていうのあるんですけど、うん、そういうのもありますよとか、あと認知症の今回特徴も話したし、あとなんだろうな認知症、うん、まあ知識だけはね頭入れとくと、うん、ですね、はい、ということで終わりにしたいと思います。認知症の人との付き合い方、寄り添い方っていうことで簡単に喋りました。1961回終わります。チャンネル登録、あ、51回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。